買います。昨日、先週、写真撮ります。一日中Past tense for verb mass form is very simple. Mass changes to ました食べました飲みました For negative form ませんでした食べませんでした飲みませんでした。Particle to means with. 私は昨日友達と映画を見ました。Particle to means with. 今日の朝10時に起きました。だから朝ごはんを食べませんでした。昨日友達とたくさん写真を撮りました。週末は出かけませんでした。一日中家で宿題をしました。有名な公園歩きます。マイクさん、週末はどこかへ出かけましたか？はい、ジュディさんとマリアさんとヨンさんと一緒に札幌町へ出かけました。まず札幌駅から大通公園まで歩きました。大通公園では写真を撮りました。それからラーメン屋で有名な味噌ラーメンを食べました。それは良かったですね。あなたは先週の週末何をしましたか？